家の西側の垣根の手前に置いてある不織布ポット上のバナナ苗は、この二冬間接したので本年の成長再開はあまり芳しくなかったんですね。それでここは夏は午後3時過ぎになればもう西日が当たらなくなりますから、今ちょっと落ち着いていますが、昼から3時前まではですね、暑いなという表情を見せる場所なんですね。和歌山県で梅雨明けから8月10、9月前まではこの家の西側で日照時間が非常に限られた場所に、例えばポット上のトマトなんかを置いてみても、かなり水やりしてもこんな風にですね、まあ、しおれ気味になるんですよね。それであまり日が当たらないこういう西側の垣根の間のいろいろな植物が生えている間にですね、こういうふうに不織布ポットにトマト苗を植えて、日照によるまあトマトは暑さには弱いですから日照対策としてかなりの日陰を選べばしおれてくるということはあんまりないんですね。ただそれでもやはり水やりは他の時節よりも頻繁にやらないと、おそらくこういう感じになっちゃうんですね。で、和歌山県は、まあ、沖縄ほどではないんでしょうけれども、夏の紫外線はかなりきついんですね。それでバナナのポット植えとかですね、あるいはコナエなんかは降雨が少なくて紫外線の強い露天露地に置いておきますと、だいぶ葉焼けして元気がなくなるんですね。それで小さいバナナ苗はこのサンルームで紫外線を何十パーセントかカットできる環境で水やりしておかないと、この程度の粉絵をですね、露天露地に置いたまま、たとえ水やりを多めにしてもやはり葉焼けして元気がなくなっていくんですよ。まあ、そのまま放置して9月まで生き残れば、あと朝晩涼しくなってまた雨も時々降るようになると元気は回復しますが、おそらく7月20日ぐらいから8月いっぱいまでの少雨、あるいはもう雨がほとんど降らない年は花雨と言った方がいいですよね。河川状態の花と雨、花雨と強烈な日差し、強い紫外線などによる
ストレスダメージで9月以降、まあ、元気を取り戻してもプラスマイナスゼロに近いような、あんまり何もなんないような残りの期間、冬前の成長でしかないんですよね。地植えで大きくなっているバナナ苗は関係ないんです。紫外線にも強くなってるんです。 毎年っていうか、まあ、例えば2年苗3年苗となりますとね、紫外線への慣れが出てくるんだろうと思うんです。こういう程度の小苗ではですね、おそらくまだまだ8月の強烈な紫外線には慣れていないだろうと思われますね。こういう斑入りが固定化しそうなボリビアとか、斑としては固定しているムサチェンザイホリエガータとか、こういうのでもですね、ちょっと油断して外に出しておくと、まあ、こういうような葉焼け状態になりますので、まあ、品種ごとにですね、紫外線にどれぐらい耐えうるか、8月の紫外線にどれぐらい耐えうるかを覚えておかないといけないんですね。まあ、私は夏の紫外線を気にして農作業したりとかそういうことはないんですけどもね、昔からずっと平気でやってきましたので、ただバナナ苗の小苗とか品種によっては非常に強烈な紫外線に弱いものとかはやはり無理をさせないということが大事でしょうね。ただ世間で言われているような、また沖縄でも言われているような紫外線情報に過度に反応していつでも日照を避けるようにする習慣を身につけてしまうと、それも健康被害につながりますから、太陽系は太陽あっての現象世界ですから、太陽を避けるような間違った健康情報というより不健康情報というんですかね、紫外線を敵視するような間違った情報の刷り込みを先入観念、固定観念にして、なるべく日照を避けるというような暮らし方はしない方がいいと思いますよ。